はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、新しいですねギミックパペットスキルがですね追加されましたんで、イベントで、これちょっと使っていこうかなと思うんですが、ギミックパペット4 or 8、これ結論から言うと意外と優秀でしたね。使ってみて、どういうスキルかっていうと、デュエル中に2回まで使用できるっていう、まあ、スキルなんですよ。で、自分の手札の全てのギミックパペットをレベル4にするという、まあ、要は、インチキレベル操作ですね。インチキレベル操作をします。ってことは、ギミックパペットモンスターをレベル8やったらレベル4にすると。で、自分のフィールド上の、ギミックパペットモンスターのレベルを魂の地まで8にするっていう。だから、4だったら、4並べて8にしたりとか、手札の8を4にして出したりとかっていうことができると。で、このスキル一番いいところは何かっていうとですね、縛りがないんですよ。あのデッキの中に。結構サクリファイスパペットっていうこのスキルがめちゃくちゃ強くて、これね、縛りが強いんですよね。このスキルはデッキエクストラって思ってたから、なんかギミックパペットモンスターのみで、なんか闇属性のナンバーズがどちらこちらみたいな、これしか入んないみたいな感じなんですけど、このスキルであれば、まあさすがにサクリファイスパペットのアドバンテージの稼ぎ方と比べるとちょっと弱いけど、ただこれ、あの、要はデッキ内に縛りがないんで、これ何ができるかっていうと、このスキルを使うことによって、それがですね、今回のこのデッキなんですが、これ入るんですよ、これ。これ、デュエルリンクスでサクリファイスパペットがめちゃくちゃ強くて使われまくってるんで、ギミックパペットからあんまり闇属性、機械族のこの最強モンスターが出てくるってあんまりないと思うんですよ、今までね。なかったと思うんですよ。このスキルを使うと、こういうモンスター結構簡単に出しながら、これも出せるんですよ。これが素晴らしいですね、このスキルは。で、ちょっとデッキ枚数があまりにも入れたいカードが多すぎまして、ちょっと20枚とかに収まりきんなかったんで、もう思い切って30枚にしました。はい、まあでもある程度事故りますけど、そこそこ、まあでも回った時結構楽しいという、まあ、そんな感じのスキルになってますね。で、この結集、これでねデスペラード出したりとか、あと1回やられてしまったギミックパペット、ヘブンズストリングス出したりとか、あとジャンクパペットでもね、蘇生したりとか、あとコンドレンスパペットでなんか墓地送ったりとか、いろいろできるんで、これで戦っていくと。で、ギミックパペットデッキっていうのが、こういうねデストロイとか、まあ入れてもいいんですけど、こいつ破壊するっていう効果あるんで、一応相性は結構いいんですよね、デスペラードと。なんですけど、別にこいつで破壊して、これを手札から出したところで、別になんかそこまで強くないですよね。なんかこいつはギミックパペット出てきて、さらにこいつを出せるっていうのなので、意外と相性がいいかと思いきや、別にこいつ自身が展開札になるかって言われてそうでもないので、まあ、アドバンテージ損みたいなところもあって、なんで、まあ、この辺とか入れるよりも、普通にその手札から展開できる、ハンプティ・ダンプティ、これを入れて、で、なんか適当になんか手札からパッパって出して、で、それとレベル合わせて、エクシーズしていく方が、まあ、個人的には強いんじゃないかなと思ったので、そんな感じのギミックにしてきました。で、全部機械族なんで、マシンナーズ・フォートレスとはもちろん相性がいいですし、パルスボムっていうカードでワンキルを防いでいくことによって、相手のターン、なんとか命を守るっていうこともできるんで、はい。っていう感じのデッキになってます。早速ですね、この、4 or 8っていうちょっとインチキレベル操作スキルをね、どういう動きするのかやってみましょう。デュエルスタンバイ。受けてさあ、お忘れた、忘れたか、お前の一番のファンの顔をシャーク、あ、カッターシャーク、いいだろう、念入りなファンサービスをしなくちゃな。この二人の対決熱いですね。この二人の対決熱いですよ。サイレントアングラー、ああ、なるほどな、いいだろう、そんなに展開しないのか、震源にしてもいいだろう、震源にしてもね、さらにカード調セット、なるほど、なるほど、なかなかいい展開だ。おお、いいじゃないか、俺のターン。あ、デスペラーきた、強い。あの伏せカード何枚なんですかね。まあ震源はそんなに刺さらないで大丈夫ですね。震源はそんなには刺さらないで大丈夫です。とりあえずここで先にもう打ったことによって、多分これギミファベット警戒しましたね。コンドーレンスファベットからのなんかビスクドールを警戒したと思います。多分これ手札からですね、これはこっちでいいですかね。で、ハンプティダンプティを特殊召喚。さあ、レベル4のモンスターが2体、これから今何、なんでどうして俺に気持ちよくデュエルさせれんだ。俺はデスペラードリボルバードラゴンの効果を発動。フィールド上の闇属性機械族モンスターが破壊された場合、このカードを手札から特殊召喚ができる。はっはっ、何、やるじゃないか。やるじゃないか、やるじゃないか、やるじゃないか、なかなかジャンクパペットしか見ないだろ。まずいな、これは。もう自由でトップ1枚だろ。で、こっからやばいこと起きるか。
カッターシャーク、はい、いいですよ。カッターシャークは全然いいです。カッターシャーク、こう、あれかな、2体で、あ、エクシーズ。カッターシャークなんだ、した。カッターのこともねえのか。もしかしたら、サイレントアンクラーはもうデッキの中にいないみたいな感じかな。はいはい、バハムードシャーク効果。あー、じゃあ知りませんね、まだ。あいつは攻撃ゲーム、まだ。あいつはこのターン攻撃ができねえ。その上にフルアーマーとか、いいだろう。相手にとって規則はないぜ。打点高えな打点高えな。あ、深淵も使っていく。なるほど、墓地効果も止めていく。やるじゃないか。クソ、サーチ効果が入んねえ。まあでも言うてベビーちゃんいるんでね、赤ちゃんいるんで、赤ちゃんの効果はね、あの寂しすぎて、あー結晶も強いね。赤ちゃんの効果発動して、墓地から蘇らせばいいのかな。ジミックパペット、テラーベビーの効果発動、墓地のジミックパペット、ハンプティダンプティを得意召喚する。そして俺はインチキスキルを発動。インチキスキルの効果によって戦闘上の闇ファイトモンスターの全てのレベルを8にする。これがアルティメットインチキスキル。そしてレベル8のモンスターが2体でオーバーレイ。こっちの方が強そうだな。ジャイアンとしても倒せないしな。ジャイアンとしても倒せないな、こっちだ。現れろ、ギミックパペット、ヘブゼンストリングス。現れろ、ナンバーズ40、ギミックパペット、ヘブンズストリングス。しゃあ、そしてヘブンズストリングスのモンスター効果発動。このカードのオーバーリミットを一つ使え、次のエンドフェイズこのカウンターが置かれたモンスターは全て破壊される。ストリングカウンターを一つずつ置く。あー、どっちがいいの、こっちだ。さあ、お前のフィールド上のモンスターに全てにカウンターが置かれた。そしてカードを1枚セット、バトルフェイズ。さあ、ファンサービスの始まりだ。くらえ、おら最強だぜ。さあ、お前のターンのエンドフェイズ、全てのカウンターが置かれたモンスターは破壊される。どうする、サイクロン、あ、いいだろ。リバースカードオープン、一族の結集。このカードの効果により墓地からデスプラ、悔しいでしょうね。君のデュエルは素晴らしかった。だがしかし、まるで全然僕を倒すには程遠いんだよね。さあ、お相手の方、対戦者探しには苦労するんだ。私は何せファンが多いのでね、ファンサービスできねえな、このハンドこのハンドファンサービスできねえな。どないしよう、これ4出してこれパルスボムセットするしかないんじゃないか。これはファンサービスができないハンドはね、これはまずいね。俺はギミファブとマグネドールをシンプルに召喚、そしてカード1はセット。まあでも死にはしないんでね、パルスボムあるから多分ナイトショットとかされない限りはまあ死にはしないんで、まあ狩り場だから普通に狩り場に割ってくるだろう、おそらく。このカードをさあどうする、あ、まあいいだろう。ジャネラ、オッケー、カリバの効果な。で、カリバの効果でパルスボムを破壊してくれてありがとうよ。俺はパルスボムの効果によってこのターン君のフィールド上に召喚、反転召喚、特殊召喚されたモンスターは全て守備表示になる。いや、反転召喚を持った、すまん、反転召喚を持った、召喚、特殊召喚されたモンスターは全て守備表示になる。つまり俺のライフは残る。大丈夫だ、守備表示になるな。リンクモンスターとかじゃなければ大丈夫だ。やめてくれ、ハーピーコンダクターをやめてくれ、ハーピーコンダクターをリンク召喚するのやめてくれ。あ、パフューマもいいだろう。そしてパフューマの効果によって、デッキからハーピーで3枚の名前が記された魔法カードを手札に加えることができる。いいだろう。まあ、出てきたところで別に戻されても別にそのマグネドールさんは出てこれますからって、手札から特殊ができますから。しかもコンドーレンスありますし、はい、SC いいでしょう。さあ、 SC 来てバルソムの効果で守備表示になる。ほほほ、悔しいでしょうね。すべてのモンスターが守備表示になるのは悔しいでしょうね。あ、まだまだファンサービス、おお、やるじゃないか。まだまだファンサービスしようってか。いいだろう。いや、残念だよ。僕のファンサービスが届かなかったようで。まあ、ただ僕のライフは守られる、このターンは。さあ、いいだろう、ハーフィレディ。お前も守備表示になるぞ。いちいちパルソムで守備表示になるの知ってんだろ。攻撃表示出さんで守備表示出せ。よし、伏せがない、弱いぞ。相手は伏せが弱い。テラベビー来た。テラベビーは強い。テラベビーは強い。テラベビーちゃんは強い。俺はコンドレンスパペットの効果を発動。コンドレンスパペットの効果によってデッキから墓地に、ギミックパペットモンスターを送ることができる。とりあえず脳死でこの2つでいいか。
まあでもあの SC いるしな、 SC いるからめんどいんだよな。とりあえずビスクドールで最初取れなくさすがいか、あんまり関係ないけどな今ビスクドール。4の方がいいです。これさ、あれギガンテストールでパクろうぜ。これギガンテストールでパクるわ。お前のモンスターは俺のもの。俺はギミパペットテラベビーを召喚、そしてテラベビーの効果発動。ギミックパペットハンプティダンプティを特殊召喚、さらにハンプティダンプティの効果は発動しない。これさ、枠さもう一個あったらいけんじゃないの。これ4枠以上あったら、これやっぱリンクスってゴミやな。フィールド3個しかないの。ギミックパペットって結構横展開できるんでね。でギガンテストールを特殊召喚していくしかねえ。これ ギガンテストールで パクった後にさ、もう一体展開できるのか多分。あ、できねえか。できそうだよな、できそうだよな。これあれがいるから、墓地にネクロドールがいるから。まあいいや、お前のモンスターは両方ともパクるぜ。いただいた、お前のモンスターはいただいた。そしてギミックパペットギガンテストールのモンスター効果発動。このカードをリリースし、フィード上の全てのモンスターのレベルを8に変更する。そしてレベル8のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚現れろ。ナンバーズ40、ナンバーズ40、ギミックパペットヘブンズストリングス来たぜ。お前のモンスターでエクシーズ召喚ドヤー。いやでもワンキル取れたかもしんないな今反動的にこれね。あーなるほどね、そういう感じか。これね今ねもう一個枠があったらワンキル取れましたね。ネクロドール蘇生できるんで墓地から。魔法トラップ、魔法トラップじゃない、モンスターストーン3枠足りないんだよね。どうして俺に気持ちよくデュエルさせられたコナミ、どうして俺に気持ちよくデュエルをさせられたコナミ、クソが。まあいいだろう、俺はこのままバトルメイト行こうしいいか。いやなんかワンキレットロスやったな、頑張れば。ワンサービスの行け。 あれかな、デッドシーンでなんか出したかったのかな。デッドシーン出してデッドリシーンでワンキル取れたかも、ごめん。これデッドリシーンだったわ、ごめん。これギガンテスドール出す場合じゃなかったわ出したすぎたんだ、ごめんって。出したすぎたんだよ、ごめん。多分これデッドリシーンだったらワンキル取れたかもしれない。あ、無理か。でも言うて処理できないもんな、2体は無理だわ。え、なにこれ、ヘルモスの爪、やばいことが起きてる、やばいモンスター入ってる。なにこれ、どういうこと。あ、闇属性機械塚モンスターが破壊された場合、このモンスターを手札から特殊召喚できる。現れろ、デスペラードギミックパペットドラゴン。これはデスペラードギミックパペットドラゴンの効果発動。バトルフェイズ中、このモンスターはコインを投げて表の数だけ相手のモンスターを選んで破壊できる。最強、あまりにも最強。残りライフは1000。どうする、クジャクマイ本気のファンサービスはこれからだぜ。ジャンクパペット来た、強い。俺は手札でマジックカードジャンクパペットの効果を発動。墓地からギミックパペットモンスター1体を特殊召喚できる。さあ現れろ、再びナンバーズ40、ナンバーズ40、ギミックパペットヘブンズストリングス、なんて強いんだなんて強いんだ。スキルを発動する必要ないぜ、いけヘブンズストリングス、ヘブンズブレード、プレイヤーにダイレクトダイレクトアタック、そこよ、なに、ドラッグ発動。1600下がるから、違う、2400か、2400下がる、2400下がって400と400、あ400と600、あ、ちょうどや残念だったな、悔しいでしょうね、悔しいでしょうね、これが俺のファンサービスだ君もさあ僕のファンサービスを君にお見舞いして差し上げよう、マジシャンガール。なるほどな、スタートアップマジシャンガールズのスキルを発動するのなかなか久しぶりに見たぜ。あのデッキのエースモンスターはなんだ、あれか、クインテッドマジシャンか。いいだろう、そのファンサービスをされる前に俺がファンサービスで勝ってやる。あ、俺シンプルにデスペラードギミックでくさ、この手札シンプルに手札ギミックパペットデッキでくさ。俺はボムスパイダーを召喚し、ボムスパイダーの効果を発動するぜ。ボムスパイダーの効果によるお前のモンスターを破壊し、俺は手札から
デスペラードリボルバードラゴンを特殊召喚させてもらう。何？ベリーマジシャンからの効果、効果を出しになった場合、デッキからマジシャンガールモンスター1体を特殊召喚。9、あ、やばい、それは強い。何？やばい、それは強い。それは強いな。お前それ強いな。あいつ効果では破壊できない。全部のベリーマジシャンが呼吸突破するカード。なんて強いんだ。俺はこれでバトルするしかない。いけ、デスペラードリボルバドラゴンでアタック。なに強っ、その効果強っ。まあ、でも一応言うてデスペラードリボルバドラゴンの効果を発動してテンパランスを手段に加えることができる。やばい、普通に押されてる。キウイ強っ。メタってくんのやめろ。すぐ人の熱狂。こいつめっちゃ強いんですよね。このカードがモンスターに存在する限り自分のフィールド上の魔法使いとモンスター効果で破壊されると相手の効果が出しならないっていうことを思ってるんですよ、これ。だからまあ全ての、ね、魔法使いが全部ね呼吸となるっていうね、めちゃくちゃ強いんですよね。最強に強いんだけど。はいはい。あー、なにこれ。あー、強っ強っ強っ。わー、ほんと強いじゃん。手札やばいんだけど。で、これダメゲー、ダメゲー行く。で、これで1800、あと600、やばい。アルカナフォース、テンパランスの効果によってダメージをゼロにさせてもらう。危ない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 。リズムに乗るぜ。ギミックポイント、ハンプティダンプティ。あー、なるほど。いやもう効果で破壊できないからさ、ジャイアントキラーガチで意味ないんだよね、今。ジャイアントキラーの意味全くないんだよね。これどうしよっかな。でもなんかとりあえずキウイは戦闘で破壊するしかないんですよ。だから戦闘で破壊していく。まあでもこれキウイの、幸いキウイマジシャンガールのチェーンないんで、多分手札からキウイが出てくる、あ、投げられることはないから、こうするでしょ。いやーこれ上から叩き潰すしかないよな、もう多分。上から叩き潰す、これ夢けた、これ。いやーでもヘブンズ一族の結集あるからな。いやーこのね、フランケン出したい気持ちはあるんですけど、フランケン出したところでなんですよね。あいつアンデッド族なんで、こうするしかない。で、こうして、あ、でもそしたらジャンクホビットで機械図を蘇生しようかな。もういいか、多分なんとかなる。言うてサイレントマジシャンは相手のターンで、あの相手が自爆特攻してくることを待てばいいから、とりあえずちょっと一回このキウイマジシャンガールとかいうクソどうでもいいもんさ、これを殺しとかないとやばい。オッケー。ほんでエンドか、これでエンド。あーでもなー、これあれか、ちょっとやばいな、ブレイクがやばいな。多分これ右から殴って、蘇生した右から殴って、右殴って左殴ってよかったのか、右殴って左殴って、ああアレイサ、あーこれやばいね、これ。あー、あとあれだね、あのヘブンズストリングスの効果使うの忘れたわ。ブレイクガバガバすぎるだろ。ちょっと待って、いやーなんかキウイマジシャンガールでなんかすごい焦っちゃって、なんかブレイングガバい、これかなり。落ち着いて、マジで一回落ち着こう。ダイヤウルフ、いやダイヤウルフはいい、前破壊するのやめて。だからね、これね、正解は多分今、デスペラード蘇生してデスペラードでまぐって、ブルー、ブルーマジキウイ、チョコボ、チョコボな、そっちね。オッケー、結集結集で、ギミックパペットで、デスペラード縦でいいか、縦でいいやん、縦でいい。で、一曲の結集効果、縦、いや縦だったか今、縦でいい。ちょ、むずっ。手数を、あーやばい、召喚マジの効果。属性でもこっち闇しかいないよな今。何がいるんだ属性は。炎、プルガトリは別にいいぞ、プルガトリは別に。あ、血はやばい、メガラニが、シンプルに打点が怖い、やばい。魔法発動、ちょいとまずいことが起きたな、ちょいとまずいことが起きた。これ横でした。これ横でしたね、横でしたね。デスペラードリボルバードラゴンの効果を発動、やばい、まずい。これシンプルに上から流れて死ぬかし、いや2枚、なるほど。ここと、分かったぞ、これ自分自身も破壊したいんじゃないか。これはデスペラードリボルバードラゴン自身も破壊して、やばい、ちょっとブレインがやばい、ブレインがやばいが、これでこうして、これでなんとか自爆特攻を阻止しよう。で、これで特攻してくるんだったら、これで2500でぶん殴ってくるしかないでしょ、多分。で、あいつ出てきて3500だから、3500は大丈夫。俺のライフは残り600だからな。よし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 、耐えた耐えたぞ、なんとか耐えてる、よし、オッケー。まだ可能性はある、まだ可能性はある。俺のターン、
俺のファンサービスを無駄にしやがって、分からせてやる。俺は手札よりマジックカードジャンクパペットの効果を発動。ジャンクパペットの効果によってナンバーズ40ギミックパペットヘブンズストリングスを墓地から特殊召喚。ヘブンズストリングス、ギミックパペットヘブンズストリングス、よーし、これが俺のファンサービスだ。行くぜ。俺はどうでもいい、バトルフェイズに移行する。バトル、そして俺はギミックパペットヘブンズストリングスでアタック、攻撃だ。クリボールはない。そして俺は一度の月収の効果を発動。ギミックパペットヘブンズストリングスを対象に取り、デスペラードリボルバードラゴンを特殊召喚。さあデスペラード、前のモンスターを全て破壊しろ。いやーゲーしやがって。おお。